英雄たちは賜物前の封印。乾坤一擲、いざ戦場という最高の賭場へ。ダッキは周到に手勢を展開しています。私たちの追跡を予期していたようですね。軍団が待ち構えていることは覚悟の上、我らの気概で打ち砕くのみです。まずは賜物前様に協力する者たちを倒す。それが肝要かと存じます。賜物前にダッキ、敵は容器にて戦をなす者だ。これで戦いがいがあるだろう。お見事な戦ぶりですね。ここで口当てろ。骨ごと噛み砕いて、まずは満足。お見事な戦ぶり。現代豆、調子に乗るな。せいぜいあがくがいい。俺を楽しませてもらう。俺があの口をし、ほらやっぱり来た。賜物前さんを追ってくると思ってたのよね。でもダメ、賜物前さんのもとには行かせないわよ。何を企んで賜物前に組みする。面白そうだからよ。人の心をもてあそぶ不義の輩め、私が必ずや成敗してくれん。ああもう、私は忙しいからまたね。どんな策を仕込んだ。面白い博打の敵もやりおる。お見事な武勇にございます。賜物前の気配がしたので来た。以前もあなたの力をお借りしましたね。またご協力をお願いできるでしょうか。ええ、もちろん。ではまず指揮で敵の動きを阻むとしよう。ここまで来ちゃったの。皆さん任せたわよ。兵力は衰える気配すらありません。いくら倒しても。おそらく賜物前の仕業によるものでしょう。何か手を打てればいいのですが。賜物はやはり侮れぬか。この地には流血がある。それを利する敵の現実を防ぐ。大変だよ。まずは満足。打ちのめしてやる。今ここに敵が増えてはいかがか。式に敵増援の動きを封じさせる。
なんだ、この変な奴らは。邪魔だ。叩き潰してくれる。うん、やってくれるの。流血に急ぐとするか。金継ぐ、あんたの首をもらいに来たぜ。偽物め、下手な芝居はやめておけ。前田警視の気迫にはよく及ばんぞ。やっぱり流血を狙ってきたわね。でもこの先には行かせてあげない。おのれ、アナ憎い。わらわでは倒せぬか。試しきかね。ゼーネ様の術を成功させねばなりません。ここはまずダッキ様を退けましょう。ええ、ですが油断は禁物です。どうして残りましょう。見事なものだね。もうやられちゃった。坊さん何で無事に流血へとたどり着く。この地の力、私ならば使いこなせる。雨物前の妖力を抑えることもできる。さあ、術はなった。雨物前がこもる砦を目指そう。お見事な戦ぶりですね。私の合意を拾いますという。お見事な武勇にございます。何となる。救援感謝いたす。お見事でございます。それとこんなのはどう？大変だよ。楽しめると思うわよ。我々ダッキめ、家計を用いてきたか。その上、余分な4人とは、これも玉物前の力によるものか。田口地に次第を話すわ。奴ならば火を消せるだろう。承知しました。事情は聞きました。俺の力で火を消しましょう。見事な武を示されるものだ。戦ぶりですね。その戦ぶり、手本といたします。最強の武を見せてやる。おふったり。バカな、俺がその口を知るんだよ。
ずは満足。よし、俺たちも一緒に進むぞ。うっそー、よくさんやられちゃったの。ああ、やっぱり偽物じゃダメね。勇ましきことよ。なれど大変だよ。さわがしゅうて気に食わぬわ。おのれ、まずは満足。やったぞ。たまもの前はもはや戦えまい。健康一滴、まずは満足。ようやってくれた。これならばたまもの前を封印できよう。まずはこの博打、我らの勝ちよ。見事に。さ、ん？